い、ね、さっきね見てたんだけどこのジャケット、うん、これね、これもこれって何かを意図的に表してる感じなんですか。そういう感じではないですか。別にとりあえず意味はないんですが、この形とかそういうの。いつもやってもらってるデザイナー、はい、坂口健っていうやつが、はい、もともとはそのカーニバルかなんかの写真をこう合成とグラフィックでわけわかんないものにして、あんまり意味はないです。ですよね、はい、こっちもシングルの方もすごいんだけども、はい、マキシングルの方もすごいんだけど、ね、うん、あの3年ぶりにこう待望のアルバムがリリースされまして、3年ぶりなんですね、うん、そうやって、うん、ワンライフワンデイズと、うん、こちらのねジャケットもねすごいんだよね、うん、中身もまたこれがワンライフワンです。これはね、うん、すっごい凝ってますよ。凝ってる、すごい凝ってるのよ。さっきから見たんだけど、まず箱っていうこと自体がまず豪華、うん、俺にとってはあんまりやったことない箱それでこのアルバムが入ってて、これもう連作みたいになってるんですね結構 ね、こういう感じでシングル、うん、アルバムと、そしてアルバムの方にはこちらね、ほんとねこれね細部までことこの箱のねこっちまでデザインが入ってるのね。中身こう折っちゃってちょっとこうやってやっちゃって、うん、すいませんけどこう入ってるわけよ、うん、ね、それでいてこの写真集、写真をねこう、うん、まあ、パラパラとありますけどね、これも面白いですね、うん、すごいこの腕の感覚とかね、そうアートですよね、これアート、ほんとアート、ありがとうございます、うん、でもほんとこれってあれですよね、やっぱり爆竹じゃないとできないことですもんね、このデザインとかも、うん、これ俺たちやったら怒られますよ、ね、ほんと俺が桜井さん的なこの顔とか俺できないもん絶対、こういう顔はまず目が違うからさ、やっぱなんかないものに憧れるってのあるね。ないものねだりだね。ないものねだりだねってお前はっきり言うなよ。ね、まあ、なので、でも本当に3年ぶりのアルバムってことでやっぱ力も入ってたと思うんですけど、こういうデザインからしても、うん、でも音的にもすごいなんていうかね、こうなんか結構シンプルになってますよね、どんどんなんか、うん、あのまあ凝ってるものは凝ってますね。スマホがテーマでシンプルっていうのがあって。すごくメロディーをすごく引き立たしたいっていうのがテーマだったみたいです。そうそう、なんかちょっとまたより一層またメロディーした感じが出てきたなって感じですね。そしてですね、ただいま全国ツアー中ということで、東京は11月3日の赤坂ぶり、そして12月29日の日本武道館、はい、うん、これはでも2年ぶり、うん、全国ツアーですよね。あれも結構休んでる間っていうのは、うん、あの結構曲作りで結構なんかやっぱりかかっちゃうっていう感じなんですかね。いや、そういう感じじゃないですすいません、あの何もしてない状態です。充電器もうずっと何もしないで家でこう、桜井さんとかも家でこうぼーっとしてたりとか。ええ、そうです。充電っていうか放電なんじゃ毎日飲み行っちゃう飲んでこうわーってなってるね、あーでもいいっすね、うん、でもやっぱファンも根性入ってますからね、爆竹は本当いくらでも待ちますもんね本当に1年活動が全くないとかね、うん、本当ありますからね。じゃあ今回すごいみんなファンの人も嬉しかったね、うん、3年ぶりですからね、なんせアルバムで、うん、もう爆竹はあの日本のスタンスでは洋楽ですからね本当にもう出方が、うん、だからやっぱ待ち望んだ待望の作品って感じだと思うんですよね。そうですね、うん、はい、みんなこう質問も、うん、ありますね、はいはい、今回のアルバムのレコーディングで他のメンバーの皆様との楽しかった話を教えてください。レコーディングずっと楽しいですか。ずっとゴルフゲームが入ってたよね。某ゴルフゲームの。何のボールなのか分かんないけど。あのやっぱりそのゲームとかもやられるんですね、やっぱりレコーディング中とか。うん、でもなんか結構楽しそうですよね、レコーディングとかもね。楽しそう。意外と。うん、市川のライブで、はい、ツアーの初日ですね、ステージから見た客の反応どう思いましたか。どうですか、久々のライブのお客さんの反応っていうか。はい、やっぱりあのアルバム出たばっか で、はい、で次の日が初日だったので はい、あんまり曲ね弾ける時間もなかったんで、まあどうやっていいのかっていう感じでちょっと戸惑いが、ええ、終わったみたいな感じでございますね。まあだんだん覚えてってもらって、はい、また来た時に盛り上がってもらえればいいですし、ね、そうですよね、はい、
それでですね、こちら、はい、プレゼントがございます。はい、じゃん。これ一見こうなんだろうって思う方がいらっしゃるかな。そうですね、パッと見たらね。これはですね、爆竹オリジナルワインバッグ。ワインバッグ。3名様なんですけども。とことん酒っていう感じ。ちょっとこう持っててくれる。はいはい。これね、中身がね、見えるかな。押し切りがあって。そう、2本入るようになってる。そう、ここに2本ワインがこう入るようになってるんですよね。あと使う。これいいよね。で、ここにちょっとまあ、つまみかなんかに入れて。そう、つまみかなんかに。ワインとつまみね。うん。あのやっぱりチーズかなんかで、チーズね、さらにね、うん、まあよくわかんない、うん、はい、そういうわけでこのワインバッグを、はい、3名様のプレゼントいたしますので、そうですね、でもやっぱりあれですか、このワインバッグとかっていうのもやっぱりこういうこだわりで、いや、それ周りのもうイメージで作られてる感じです。そういうのがありますね、知らないうちに出来上がってなんだこれって。ああ、なるほど。すごい実用的な人。うん、すごい実用的ですね。焼酎でもいいですよ。ですよね。一個ありますね。僕もパッと思いました本当に。まあそんなわけです。最後にですね、桜井さんとかのメッセージの方、お客様とかですね、テレビをご覧の皆さんに。あ、そうですか。はい。まあ今日は会場に集まってもらって本当にありがとうございます。はい。テレビの。はい。良い子のみんな、CD と CD 聴いてライブ遊びに来てください。はい、はいはい、ということで2組目のゲストは爆竹の桜井さんと樋口さんでした。どうもありがとうございました。それではミュージックリンク、また来週、さようなら。